一度消えた雪虫がまたまた登場。10月の大量発生を最後にいなくなったと思ったら、気温上昇の札幌市内で再びふわふわと舞い出す。冬の訪れを告げる雪虫。10月下旬、札幌市内などで大発生し、街には異臭が漂うほどでしたが、その後はぱったりと姿を消していました。あとは本物の雪が降るだけと思っていた市民の前にまた雪虫の姿が。11月23日、札幌市内では朝から雪虫が舞う光景が見られました。大通公園でも顔や衣服についた雪虫を払いながら歩く市民の姿が。23日の札幌は 17.3 度と平年より10度以上も高い気温となりました。気温の上昇が雪虫の発生を促したのでしょうか。週末は全道的に寒さも厳しく、25日は札幌も今季初の真冬日となる見込みで、雪虫が見られるのはこれが最後となりそうです。